どうも、パシェプラのジュンです。今回ですね、GU でめちゃくちゃいいコスパ最強のロンティ、紙ロンティ見つけたんで、こちらご紹介していきたいと思います。もうめっちゃ良すぎて2色買いしちゃいました。しっかりトレンドも抑えられてるし、で機能的にも優れている、そして安い、もうこんなん買うしかないやんと。30代の方、40代の方が着ても全然いけるんちゃうみたいな、恥ずかしくないよね、かっこいいよねという、そういうね名作のアイテムかなと思っております。これで早速ご紹介しましょう。お前が買ってきた紙ロンティー、こちら、じゃじゃん。こちら商品名がドライポンチラウンドヘムティー長袖で、3色展開なんだけど、僕は白とブラック購入いたしました。サイズがユニセックスのL サイズ。これさ、男女兼用で着用できるよね。で、男性の方ね、サイズ感めっちゃこれ注意せんと上がるんだけど、L でも全然でっかめ。後ほど着画とかお見せしますけども、全然 L でいける感じ。なんかさ、商品ページ見てたら、身長186センチのモデルさんが、L サイズ着用してて、ほなもう自分も L でいいや、みたいな。商品タグ見ててもさ、なんかここに身長175センチ以上みたいなことで書いてあったんで、僕身長177だからもう L でいいやーみたいな、これを目安にね購入いたしました。で、元の値段がこれ1490円なんですけど、アプリ会員限定価格ということで、3月30日まで期間限定アプリ会員特別価格990円で僕は購入いたしました。前からさ、これあって気にはなっとったんよ。ただな、1500円だしなーとか思って。で、あとさ、ヘビーウェイトのしっかりした生地のあの、ロンティーも売ってるやんか。それもいいしなーと思ってたんだけど、もう値下げのタイミングでもう買うしかないと。もう1000円切るんだったら買うしかない。しかも2色がいいやーということで買っちゃいました。こいつの魅力いっぱいあるんだけど、まずはね、ラウンドヘム、紙シルエットではないでしょうか。名前の通り、こう、裾のところがラウンドヘム。ラウンドになってる。あの、シャツみたいな感じで、ラウンドになってんだよね。普通の T シャツとかってさ、こう、一直線やん。横一直線のボックスカットっていうのが普通かなと思うんだけど、このラウンドの裾が超トレンド感出てていいやん、みたいな。レディースの方だと結構ね、去年、いや、もっと前ぐらいからかな。ラウンドヘム流行ってるっていうか、結構商品出てきてるんですよね。ユニクロでも売ってますし。GU さんでもレディースではね、結構ラウンドヘムの、こういうロンティーとか、いろいろ出てたんだけれども、メンズの方でも出てきましたでと。結構ね、着丈長めなんよ。お尻すっぽりめの着丈感あって、で、身幅はややリラックスめな感じ。そんなダボダボしてない感じ。で、袖もね、普通ぐらいな感じ。別にドルマンスリーブとかでもなくて、普通ぐらいの細さ。なんやったらこう、縦に長いような印象かな。こう、全体的にリラックスというよりは、縦に長いような、そんな印象でございます。で、こう、裾がラウンドになることによって、レイヤードした時に超おしゃれなんよ。こうラウンドの裾がちょっとチラッと見えて、重ね着した時に超おしゃれに見える。これがね、ええわけっすわ。で、1枚で着た際にも、こうちょっとこう立体的になってすごくいいよね。で、こうサイドのところは、こう短めだからポケットとかさ入れやすいしということで、このシルエットマジたまらん、神ってんぞ。で、二つ目の魅力、このドライポンチの素材ですよね。綿ポリエステルということで、結構ね、サラッとした感じ。ホイルカーの全然チャッチくない生地なんよね。GU さんってこのドライポンチの素材ね、もう通年出てるかなと思う。これのタンクトップとかも売ってるし、他 T シャツもあったかなと思うんだけど、このロンティ、もう全然安っぽくないの。ホイで、汗をかいてもすぐ吸収して乾きやすいっていうね、優れ素材なわけですわ。そう、だからサラッとしてるんで、重ね着してもそんなゴワゴワしないし、暑苦しくないんだよね。一年中着れるやつやん。で、3色あるんだけども、基本的にはやっぱ白黒が合わせやすいかなと。もうどんな時でも、どんな時も白黒を買っときゃ間違いないかな思いますわ。結構着丈長いからコーディネートするときに、細身のパンツと結構相性いいかなみたいな。で、逆にワイドパンツと合わせるときは、タックインしてやった方がバランスいいかなと。まあそんな感じでですね、早速コーディネート行ってみましょう。
1個目、白のカーゴパンツに、白のドライポンチラウンドヘムティー長袖で、そして白の、ちょっとこれ薄黄色なんだけど、ユニクロユーズね、アウター着てみました。ブルゾン系丈短めのアウターと、重ね着するとめちゃくちゃオシャレよね。このさ、ラウンドヘム、ラウンドカットの T シャツがこうチラッと見えてめちゃくちゃ可愛くない？まあ、僕個人的にはその足が短く見えないように腰の位置が分かりにくいようにT シャツとズボンは同じ色で着ることが結構多いです。こんな感じで重ね着してもね全然暑苦しくないんだよね。すごい涼しげなドライポンチの素材めっちゃナイス好きで、アウター脱ぐとこないな感じで1枚でもまあかっこいいよね。なんかポケットとかもついてなくてほんとシンプルな感じですわ。だからちょっとこう綿ポリエステルだから光沢め若干あるかもしれないですけれども、まあまあいいかなと。僕は基本的には T シャツの下にねタンクトップ着がちなんですけども、1枚で着てもなんかサラサラですごく着心地良さそうやなと思いました。これパンツがワイドめなんでタックインした方が、まあ、全体のバランスはいいかなということで、こういう着こなしになっております。全体的にやっぱトーン合わせるのが個人的に崇高。続きまして2コーデ目、これですねユニクロのイージーカーゴパンツ、ちょっと細身のカーゴパンツなんだけど、これに黒のラウンドヘムティー長袖で、そしてさっきと同じアウターなんだけど白のアウター着ております。こうアウターと重ね着した時にさ、こうラウンドヘムがチラッと見えてめっちゃオシャレやなぁ。なんかこう重ね着ってさ、レイヤードってオシャレ見えするよね。やっぱね着丈がね結構長めかなと思いますわ。そうなんよね。これでですねアウター脱ぐとこないな感じ。これはこれでかっこよくない？ボックスカットに慣れてるから、なんかこのラウンドヘムがすごいね、新鮮でいいんよね。ちょっと着丈が長いんで、その辺だけ注意してもろたらなぁと。ちょっとだらしなくならんように、ちょっとコーディネート気をつけてもろたらなぁと思います。こちらのロンティ、特典付けさせていただきますと、ブルーチョン93点。今のテンション的には全然90点。軽くオーバーすんなど、1500円でも全然買いだし、今1000円切ってるんで、もう買うしかないと。素材もいいし、シルエットもいいし、最高やんけど、ヘビーウェイト系のやつももちろん好きなんだけども、こういうのもたまにいいよね、ということでご紹介させていただきました。以上今回はここまでです。ちょっとでもいいなと思いましたら、高評価、チャンネル登録、通知も、さらにインスタグラムもやってますんで、フォローよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。